もともと王子様の星には花びらが一枝場所をふさぎもしないし誰の邪魔もしない体験すっきりした花がいくつも咲いていました朝草の中に咲き出しているかと思うと夕方にはもう消えてなくなる花でしただけれど王子様のその花は ある日どこからか飛んできた種が目を吹いた花でしたそしてその目はそこらの目とは似ても似つかない目なので王子様さまはその目を始じゅうつきっきりで見守っていましたそれは新しい種類のバオバブであるかもしれなかったのですはい。 Thanks so much for listening to my video. I'm uploading it at least once a week, so be sure to check it out and be sure to subscribe. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît à YouTube et à bientôt.